なんですかね、グランパスの愛してもらうための活動をしてくれてると思うんですけど、ちょっと現役離れても、まあ、結構経つじゃないですか。1年弱ぐらいも経ってくるのかなと思うんですけども、いかがですか最近は。もう慣れてきましたフェロンズは。いや、慣れないです。そんな決まって同じ動きしてるわけじゃないですなるほど。まあ、最近ちょっとこれおしゃべりの場が多くて、はいはい、まあ、その辺はちょっと慣れましたけど。そうですよね。 あんまりおしゃべりすることの機会が、まあ、選手の方だってそんなあるわけじゃないじゃないですか。そうですね。で、僕、まあ、選手にも、まあ、いろいろあって、しゃべるタイプとしゃべらないタイプがあって、はい、まあ、僕は どちらでもしゃべらないです。そうですね。もう一人、まあ、なんかこう自分のことを知られたくなってどっちになってるそうですね。じゃあもう現役の時もそんなにしゃべるタイプではないよと。まあ、はい、そうです。そうですよね。で、さっきちょっとこう、まあ、控え室の方でお話しさせていただいたんですけど、まあ、現役の時代とこう今と、まあ、その疲れとかね、身体的とか肉体的な疲労とかっていうのは取れたんですかって聞いたら、全く取れてないっていう。はい、全然取れない。やっぱりこう何年もやってきた時は自分の体の、まあ、現役中もそうなんですけど、 100% の状態ってどういうのかがもう全く分からなくなって、まあ、そのまま今に至ってますね。なるほど。その感覚がまあもう抜けないというか。抜けないですね。そうですね、はい、で、今はフェロンもしながら、まあ、宣伝もしながらですね、それ以外にも育成の方にもちょっと力を入れているというふうに聞いたんですけど、何をやられてますか。はい、一応僕もゴールキーパーという立場なんで、ゴールキーパーは、まあ、特殊ですし、はい、まあ、自分のこういう出てきたものは次の世代にやっぱり返していかなきゃいけないなという気持ちがすごくあったんで、まあ、そういう、まあ、役職もそうなんですけど、クラブはそういうのを僕にも、クラブ側も望んでいるというのもあって、まあ、指導現場にも少し、はい、なるほど。どうですか今のその、まあ、ゴールキーパー、ちょっとこう今 J リーグを見渡すとですね、海外選手の、ゴールキーパーも増えてきてると思うんですけど、やっぱり日本人のゴールキーパーが活躍してくれることが僕は一番嬉しいなと思うんですが、今の若い子たちはどうですか。やっぱりこう指導をずっとこう受けて、はい、そうこう小さい時からっていうのは感じれるようになっているから、やっぱりこう使ってほしいですね。そうですね、はいはいはい、こう外国人、まあ、確かにいい選手はいるとは思いますけど、まあ、言ってもそんな変わらないとか、まあ、みんなが評価してる人でも、まあ、見てたら大したことないなって思われてるんですなるほど。それだったら日本人の若い人に聞きたいよって結構思いますからね。そうなんですよね。いや本当にそう思います。なんかあんまりね、うちらも外国人のゴールキーパーを、ね、使っている以上あんまりそう言えないんですけどうちのチームは素晴らしい選手いる。そうですね、はい、まあ、それはそれで、はい、はい、いい面もありますよ、はい、それを見て一緒にプレー。あ、そうですね、はいはい、学ぶべくところはいっぱいありますからね。と、はい、いうことは、じゃあグランパス そのユースとかその、ね、トップチームじゃない人たちをこう教えてですね、次なるこうエースというかはもう着実に準備万端というようなイメージですね。そうですね、まあ、こう来年はユースの、ね、はい、選手も、あ、そうですね、はい、上がるっていうのはリリース出ましたけど、はい、まあ、そういう選手がこう、そうですね、はい、出てきたというのはすごいいいですし、で、まあ、こうスポーツチームには僕が育てたみたいになるんですけど、全く僕育ててないし、それは今育てて、ね、コーチしてくれる方たちに申し訳ないんで、本当あの辺のフォローの仕方は考えてほしいですよ。いる人頼みますよ。某どっかですけどね、ちょっと書いてくださいよ、お願いしますよ。でもそうですね、でもだんだんとこうまだねお忙しいと思うんで、そんなにむちゃくちゃこうコーチングしに行ってるっていうわけでもないとは思うんですけど、やっぱり行くにつれてこう愛がこう伝わってきて、結構熱くなっちゃうんじゃないですか。あ、熱くなりますよ、やっぱそうですか。試合、まあ、昨日もプレミアリーグありましたけど、はい、まあ、その前もクラブユース優勝、ね、はい、したんですよ、はいはい、そうですね、はい、
それを見に行ってたりとかしましたし、まあ、別に見に行くことでこう何かってことはないとは思いますけど、まあ、見に行くことで刺激を、ね、与えればいいなと思いながら行ってましたけど、まあ、それ若い子って最初そのユースのチームもそんなにこう評判前評判が高いっていう感じではなかったですけど、もうやっぱこう成長していく速度が速いし、こうやってチャンピオンになったりとかしているのを見ると、ああなんかすごいな、ね、もうユースの、ね、方々にもちょっと注目していただいて、で、はい、時間許す限りそっちの方の応援もね行ってくれると嬉しいなと思いますね。なんかやっぱりこう、ね、奈良さんみたいなね、もう本当プロフェッショナルの方に教えてもらうと気持ちも上がるし、教えてもらう選手にとってもすごくいい環境だと思うんですよね。こういうのをどん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 続けていただいて、でも本正真正銘これは俺が育てたっていう選手が出てきたらね、嬉しいね。でその時までちょっと某ねのちょっと待ってていただいてね、はい、っていうことですよね。いや、まあこうやって今少しですねいろんな話をさせてもらいましたけど、やっぱり皆さんも最近のグランパス事情ちょっと聞きたいんじゃないかなと思います。まあ、当初ねちょっと勢いよく行きましたけど、ちょっと怪我人が多くなってしまって、はい、少しこうちょっとタンダウンしてしまった時期がこうここ最近あるじゃないですか。ぶっちゃけいかがですか最近のグランパス。えノーコメントです。ノーコメントでさせてください。さしてくださいね。僕これ僕が言ってる意見なんであれですからね、皆さんね。もうちょっと頑張ってくれよって思ってる部分と、それからあなんか少しずつね、前回も米本選手が戻ってきてくれたりとか、やっぱりこうアグレッシブに走る選手も戻ってきてくれてる分楽しみではあるけど、やっぱり今までのこの負けが勝てない時期がちょっと長かったんじゃないかなと。その原因を一言で言うと何ですか。一言じゃ済まないですもん。いろいろあるですもん、やっぱ問題は。本当ですか。はい、まあでも、はい、まあ、そういう問題も吹き飛ばして今年はまあ強いんだろうなとは思ってますけど、ね、うんうん、でもやっぱりもうやっぱり一つにならないとなかなか、なるほどですね、そう勝てないなっていうのはもうこう目に見えて分かんない。なるほどなるほど。一つになってないと言わないですけど、まあ、選手すごい頑張ってますし、はいはい、僕もすごい、はい、まあ、去年から戦ってる選手もいるし、はいはい、すごく頑張ってるのすごい分かります、はい、だからでもやっぱり選手だけじゃダメだし、そうですね、はい、だからもうサポーターの力も含めて全部がグラウンドの、ね、フィールドの中もちょっと一致団結をして、そのコミュニケーションはどうなんですか。やっぱり外国人選手が増えたことによってその言葉のコミュニケーションとかっていうのは、あ、いや、まあでもその辺は意外に、はい、大丈夫だと思いますけど、なるほど、はい、まあ、でも、まあ、いろいろありますよ。そうですね、はい、そうですね、言えないですよ。そうですね、言えないですよ。言わないです。けど あれですよ、多分で負け込んでいくとやっぱり不満ってたまると思うんですよ、人間誰しも。だからやっぱり僕らが応援して、で少しでも勝ちにつなげていって勝ち点3取り続ければ、多分チーム内もいい雰囲気になると思うんで、もうちょっと後半戦も結構終盤戦になってきましたけどね、やっぱり応援してもらいたいんですよね。そうですね、まあ確かにそういう怪我人がというのも問題はありましたし、はい、まあ何度か、はい、盛り返してほしいと思います。そうですね、はい、逆に、まあ、今までもね、現役でずっとやられてた奈良さんなんですけど、今でも交流がある選手とか今いらっしゃいます。交流ある選手いますけど、はい、選手いっぱい変わっちゃったんで僕も知らん。そうですよね。あんまりそれをやらないんですけど、僕入ってるみたいに。そうですよね、結構ね、放出しましたねこの夏、はい、結構ね暑さになんか負けてポーンと出てっちゃったでしょ。暑さに負けたわけだよ。びっくりしましたけど、まあ、これはもう選手が選ぶことですしね、カードワ監督もこうプロなんでね、選ぶのは自分でそこで頑張ってくれればいいっていう、こうすごく大きいところで言っていましたけど、やっぱりちょっと寂しいなっていう部分とかもあるじゃないですか。
まあ、寂しい、まあ、プロの世界なんで、そういう入れ替わりはもう今までも経験してますし、はい、まあ、ただそのサイクルがすごい早いので、はい、まあ、応援してる皆さんも、まあ、どう感じてるのかっていうのもすごく気にはなりますけど、まあ、でも、まあ、その分質の、ね、高い選手がいるとは思いますし、はい、まあ、結果だけですね。そうですね、もう本当結果だけですね。いいのあるんですけどね。まあそうですね、シリーズ戦のポストに当たったあれはハンドじゃなかったんですかね、相手チームね。え、まあ、そういうのもありますね。あってでもそれはやっぱり逆になることもあるし、そうですね、そうなるために自分たちが何をやっているか、あの、何を期待して、ちょっと聞いたところによるとですね、 VAR 判定が、まあ、1年ちょっと早まって来年の5シーズンから導入されるというふうにちょっと聞いてるんですけど、奈々さんは、まあ、あの VAR のところはこう経験はしていないわけじゃないですか。実際どう思われますか。まあそうですね、いい部分もあればやっぱり、うん、まあ、ちょっとそういうハンドの面はちょっとなんかかわいそうだなって思うのも、故意でやってるわけじゃないけど、やっぱこうハンドを VTR で見たら手に当たってるってやって、それが PT になったりするとちょっとかわいそう。そうですね、だ本当にこう、まあね、正しいジャッジは、まあ、映像を見れば正しいジャッジになるので、それは致し方ない部分もあるんですけど、まあ、スポーツ全般ちょっとそういう風潮がもう、ね、はい、VTR で流れるってことはもうほぼ当たり前になってきてますから、やっぱそれはちょっと選手の皆さんとかね、クラブの皆さんも慣れていくしかないんですかね。そうですね、まあ、審判は今までそういう審判の方はこう、はい、やっぱ負担が大きかったりとか、まあ、やっぱこうちょっとね、そういう微妙な判定の時はすごくプレッシャーだったと思いますけど、はい、その辺は助かってるかなとは思います。確かにそうですね、やっぱり、全てね、背負わないといけないというかね、ジャッジの件に関しては責任を取らないといけないっていう意味では少しはちょっと分散されていいのかもしれないですね。そうですね、もうちょっとした、ね、ワンプレーの判定で勝負が決まって、そうですね、もう引き返、もう試合終わって審判団が引き返す時にもスタジアム全員が敵になってる時もあるんだ、うん、あれを見たらまあちょっと、まあ、かわいそうですね、心痛い。こっちもな、審判も攻めて言ってる時もありますけど、人間なんでミスもありますし、そうですね、はかわいそうだなって思う時もあったんで、そうですね、まあ、まあ、いい風に転んでいただければ、ね、そうですね、そうですね、スポーツの文化をもっともっといい風に盛り上がっていければですよね、はいはい、いい風に持っていきたいですね。そうですね、じゃあ早速というかですね、もしよかったらですね、今日来てくださってるお客様から、ちょっとご質問とかあれば、聞きたいことあるよとか、なかなか聞けるチャンスないんで、ちょっと質問コーナーに変えてもよろしいですか。まあ、言ってもよく見る顔とかありますね。前の方に座られる方もね、もう、はい、奈良さん一筋っていう感じで一筋ですよね、かっこいいですよね。じゃあなんか質問によってこう、ちっちゃい子でもいいですよ、ちっちゃいお子さんとかなんかあるよ。あ、いたいた、はい、ちょっと前失礼します。ご質問どうぞ。おじさん手あげなさい。あ、そうなんや。なんで背が大きくなったのかっていうことですか。はい、奈良さん、なんで背が大きくなっちゃったんでしょう。なんでですかね、はい、特性遺伝です。あ、じゃあもうおじいちゃんとか、はい、うちの両親はそんな大きくないですよ。ああ、なんでやろうなと思ったらおじいちゃんがでかいっていう。なるほど、はい、おじいちゃん大きい。そりゃすいそれが誰にでも当てはまるわけではないし、はい、でもそうですね、もう手も多分相当大きいですよね。いや、でかくないですよ。大きいなって言われるときと、そうでもないねって言われるとき。あ、本当ですか。あるんですよ。足も大きいですよね。足何センチですか。足28ぐらいです。28です。僕 25.5 なんで、めちゃくちゃ大きいです。あ、僕はすごいちっちゃい。いやいや、もっとでかい人いっぱいいますから。本当ですか。30何センチとか、まあ、
ですけど、それはもう身長もでも大きいですよね、体も。そうですね、そうですね、はい、もう一つじゃあ質問いきましょうかありがとうございました。いっぱいね、大きくなりたいから、それのアドバイス欲しかったと思うんですよ。あ、大きくなりたいのアドバイス欲しかった。遺伝じゃなかなかそれ解決にならない。そうですね、アドバイスください、アドバイス。え、ないっすいっぱい食べて、はい、いっぱいね、こういろんなスキルがなく食べて、サッカーしてるかな、サッカーしてるよね、練習していっぱい寝て、あ、健康的にいけば大丈夫です。そのうち大きくなる。そうですね、はい、そのうち大きくなります、はい、でもやっぱり今もう小柄の選手もね、ただ大きい選手さまざまいますもんね。だから自分の特色というか武器を手に入れれば、そうです、何でもいい、大きいだけが、ね、そうですね、全てじゃないです。なるほど。でもまあ大きくなるように頑張りましょう、はい、さあ、じゃあ黄色のシャツ、グランパスのシャツを着てくれてる、かしこまりました。僕はキーパーだけど、グローブを選ぶとき、どのメーカーとかどのサイズ、何を選べばいいですか。はい、いい質問。サイズは知らんよ自分の手でも食べたいでちょっと大きめとかあるじゃないですか、これもうなんか、あ、よくね、はい、そう、あの数センチ、数ミリ、ちょっと触ればっていうのがあって、ちょっとこう大きめのやつつけるとかっていうのはまああるんですよ。だけどまあジャストフィットがいいと思うんです。ジャストフィットが一番いい。あんまでかいとね、こう扱いにくいし、自分の手の感覚が大事だから。なるほど。はい。じゃあメーカーちょっと大きいぐらいかな。ちょっと大きいぐらい。はい、ちょっと本当ちょっと大きい。メーカーで言えば。やっぱまあプーマです。プーマです。ナナさんとか。それを大人の事情でいろいろ。水野でもいいけど。水野でもいいけど、やっぱりプーマでしかないですか、ナナさんは。個人的に言えばプーマ。プーマですね。プーマです。僕もプーマ大好きです。今日ちょっとアディダスですけど。はい。そうですね。プーマです。ありがとうございます。ナナさん、あのグローブの中に何か入れたりするんですか。手袋とかつける人もいるじゃないですか、なんか。いや、何も言えない。もう何も言えない。その感覚で、もう直の感覚で。そうですね。まあ、素手でも取れるぐらい頑張る。なるほど、なるほど、なるほど。はい、素手でやって、で、まあ、その感覚が一番ということですね。指の鍛えとかあるんですか。指鍛えた方がいいよとか。指もやっぱ力、はい、確かにいいかもしれない。まあ、よく言われた親指と人差し指と、まあ、小指が結構大事。親指と人差し指と小指、まあ、掴むときって言われますけどね、はい、誰が言ってたかは知らないじゃあもう一質問ぐらい言う。大人でもいいし、あ、じゃあ二人ちょっと待ってくださいね、お子さんから。じゃあ緊張しない方法とかあるんですか。試合で、はい、試合で緊張しない方法とかあるんですか。試合で緊張しない方法はすっきり言ってないです。え、緊張します。します。でも緊張するのは普通でしょ。どの、あ、ごめんなさい、どうぞどのタイミングで緊張するのかなってすごい気になりません。選手入場のところなのか、ピッチに入った瞬間なのか、常になのか。常に、あ、要はこうちょっといい緊張感、いい緊張感、はい、過緊張になるんだから、それはね上がっちゃう、うん、だけど、まあ、全てはもう普段やってる、ね、練習とかで常に自信をつけて本番に臨むっていうのは基本ですよ。なるほど、はい、練習の時からいい緊張感を持ってやれば、はい、同じように試合でこれだけね、こう試合までにこんだけ練習したから、もうあとは知らないっていうぐらいやってればあとは大丈夫です。緊張するのは、まあ、それは戦いだから緊張するわけで、はいはい、そんなに悪いもんだとは思わない。そうですね、いい緊張感で自分をこう鼓舞していければいいかなと、はい、ということです、
はい、例えばその全日本の試合の時と、うん、あの J リーグのこの試合の時とほとんど変わらないですか？そんな変わらないですよ。でもやっぱり代表は、はい、もう常に満員のスタジアムだったんで、はい、それはそれで緊張はしましたけど、まあ人っていう字を手のひらに3回書いて持って飲めないんですよ。絶対やらないタイプですよね。絶対やらないですよ。そういうやり方もあるよ。ありがとう。そうですね。あ、じゃあなんか試合前に必ずこれはやってたよっていうのあります？あー、ないっすね。あ、ないですか。だいたいまあ試合に臨むその集合とかね、はいはい、それまで食事とか、はい、いろんなことは決まってるんで、強いて言えばそういうのが自分に対す、はい、自分のそういうルーティーンだなっては思うんですけど、別にそういうのがなくてもして戦えるっていう方が本当はいい。なるほど、はい、どんな状況であっても戦える、はい、ウォーミングアップしなくても試合でねこうパッて出て戦える、うん、まあ、それが一番だと思うんですよ。そう思ってやってました。でもウォーミングアップしないと怪我するし危ないしますけど、はい、そのぐらいの常に自分のモチベーション高めで、究極はもうそういうことです。本当に今ここしろって言われたらやれるぐらいの、はい、そういう心構えでいるっていうのが、なるほど、はい、今このボールがポーン飛んできても奈良さんだったらスパーンとそうです、ね、できるよね。そういうぐらいシュートポイントだって取れるぐらい、はいはい、やらないとダメだよっていうことです。なるほど、頑張ってくださいね。お願いします。じゃあラストの質問、今池どうですか？今池結構、今池は、はい、そうですね、まあ、さっき裏でも話しましたけど、はいはい、とてもあの快速な街で、はい、すごく最高級レールはないですか？表参道とか青山とか関西で言えば芦屋とか芦屋とかそういうような雰囲気ですごく大好きなんすか、嘘ついてこちらセリフですよでもそうですね、あの人なんですか、町の雰囲気がみんなこう優しいというか、はい、ね、みんな温かい人たちがいっぱい、まあ、今の言ったのと真逆とか言ったら逆にまたそれは失礼ですけどでもそういう雰囲気はすごく好きでよく来ますし、下町っぽいこう空気感もありますしね、よく来ますし、まあ、よく知ってる店もいっぱいありますし、まあ、お世話になってる街。なるほど、もうこれ結構普通に歩くんですか、奈良さん？普通に歩きますよ。全然普通に歩いてますよ。あれみたいなのありますよね。だって一人顔一つ分多分普通の人よりもね目立っちゃうじゃないですか。いやでもそんな、まあ、そんな気にならないです。なるほど、もういいですか？もうもちもちこれ閉めちゃいますか？もう聞いときたい、これ聞きたい、なぜやみたいな、試合の流れなぜだみたいなのないですか？本当はグランパスのことどう思ってるんですかみたいなね。大丈夫ないですか？あ、いる？もういいですか？大丈夫です。あ、はい、現役時代何点も失点してると思うんですけど、これだけは自分の責任じゃないだろうっていう失点とかありますか？何点も今まで現役時代、まあ、失点ゴール決められることはありましたけど、これだけは自分の責任じゃないだろっていう失点はありますか？いっぱいありますいやいや多分いっぱいあります。ほぼじゃないですか？いや自分そうですね、いや全て防ぐつもりでやってましたし、もちろんそれやられたら、あ、自分が、ね、こう力が足りなかったなと思っていましたけど、はいはい、途中からなんかそれじゃあ落ち込んでばっかりだなと思ってでもそうですね、チーム全体でこうやっぱ守るもんだとは思うし、まあ、もちろんその入れられたらどうやって取ろうかって練習はしませんけど、はい、まあ、責任難しいですね。難しいですよね。半分です、本当に、はいはいはい、なんか、ね、ま、やっぱり一番最後にゴール守ってるのが、まあ、ゴールキーパーなんでそう仕方ないんですけど、でもやっぱりこの流れの中でそれは無理っしょみたいなのやっぱありますもんね。だから今ね、あの現役選手だとランゲラックが
まあ、いいゴールキーパーだと思うんですけど、やっぱり失点が多いっていうのは、やっぱりそのラグラックだけのセーブもできないし、ディフェンシブとかで、その前とかっていうところもいろいろ影響あって、いろいろあります、はい、失点につながってるっていう。原因はもう一個ずつこう、辿っていけば。そうですよね。はい、もちろんその最後の僕が止めれば、はいはい、って思いますし、その前で打たせたらどうだったのかとか、ね、クロス上げ出したらどうだったのか、はいはいはい、その前にボール取られたら誰やとか、はいはいはい、いろんなところはみんな責任があるんで、まあ、でもそれは、はい、普通のことですし、はい、まあ、それを改善みんながしていくことが大事 で、ね、そういう作業を繰り返して前に進んでいく、はい、ってことですよね、はい。いや、すごいいい質問でした。ありがとうございます。なんかちょっと深掘りできたような感じですね。ありがとうございます、サラさん。ありがとうございます。はい、さあ、それではですね、この後の時間は、抽選会をしたいなと思います。抽選券をですね、先ほどお配りしました。持ってますか？はい。持ってます。素敵な商品、ご用意してますので、ぜひ抽選券持っていただいて、なくさないように、この後抽選して多分番号を言われると思いますのでね、それまでちょっとしばらくお待ちください。ちょっと抽選会の準備をいたします。